戻るんだよね。ちょっと置いとくと。ほら。何分だこれ。どうしてあるの。点滅させる。うん。もう眉毛だけにしとこう。自分の工程だね。あと何分？分かんない。あと22分。海だ、海だ、海だ、広いな。海と一緒に遊ぶんだ。モデルさん、こっちでちょっと言っていただけるというか。じゃあおっさんついでに撮りますから。なんか押さえ。ついでに。ついでに。そう、この前もあったら俺どっか行って、あ、中ちゃんちょっとついでに撮る。あ、そりゃ悪いでしょ、ついではって撮影言われたんだけど。あ、そうだよ。高校生のあのミーティング時だよ。いや、中ちゃんついで言うたいなとか言って。ついでは、ちょっとかわいそうだよ、ついでは。ついではってさ、いくらついでは。あ、だから悪がってたのか、あいつら。すごいな、これ。やっぱ富士山って絵になるんだよ、やっぱ。もうちょっと見えてるね。そうだよな。夕日もちょっと少、ちょっと規模が小さかったけど。菜の花埋めるところがわかりますか。どこ？そこだ。あれ菜の花なんだ。あ、でもここかよ。ここだ。ここか。今日だったらうちのやらされてたよ。あ、いいな、そうか。4月の菜の花祭りってのある。何月？1月冬冬に咲くの。あ、1月に咲いちゃうんだ。結構違うな。だから今巻くんだ。そうだよ。あ、そうか。こっち、俺たちはこっち行くんだ。すごい。ボクボク入れてます、この橋。浮き橋なんだね。暑くない？風があんまりないから。でもこの池はちょっと自宅じゃ作れない池だな。俺自宅にこのぐらいの池があればちょっと自慢できんじゃね。いや、今度池作ったんだよってさ。こんなでかい池、今度遊びに来ないって。
釣りにおいでよ。石田でこんなサイズ作るんだったら、なんかおかしくて。あ、そうか。ええ、録画しておきます。伊豆で最後で、一生懸命片付けやりました。楽しかったです。やったー。あっという間でした。また、できたら、来年も再来年もずっと、40年後も。